わしのポーズ。両足を揃えて床の上に立ちます。足裏をしっかりと床に安定させて、腹部とお尻を締めるように意識します。息を吐きながら両膝を軽く曲げていき、右太ももの上、左足を乗せ絡めていきます。余裕があれば左の足先を右足のふくらはぎへ深く絡めていきましょう。同時に胸の前で両肘を曲げ、左腕を右腕の下から通すようにして手を合わせていきます。息を吐きながら重心を下げ、腰を伸ばし胸は開いていきます。この時に肩が上がりやすいので注意しましょう。骨盤もねじれてしまいがちなので正面を向くように意識します。息を吸いながら両手両足を解放し、反対側も同様に行います。息を吐きながら両膝を軽く曲げていき、左太ももの上、右足を乗せ絡めます。余裕があればさらに深く絡めていきましょう。胸の前で両肘を曲げ、右腕を左腕の下から通すようにし、手を合わせていきます。息を吐きながら重心を下げ、腰を伸ばしていきましょう。片足のバランス能力を向上させるポーズです。何呼吸か終えたらゆっくりと息を吸い、両手両足を解放しリラックスしていきます。